本動画ではお持ちのスマートフォンで LINE も回線の通信をご利用いただくための設定について解説しております。ぜひ最後までご覧ください。設定の前に2つの準備をお願いいたします。 1. eSIM の設定は SIM ロックが解除されたスマートフォンのみ対象です。ソフトバンクや Y モバイルでご購入いただいたスマートフォンも SIM ロック解除が必要です。あらかじめ SIM ロック解除のお手続きをお願いいたします。 SIM ロック解除方法は端末購入元のホームページなどでご確認ください。 2. Wi-Fi 環境のご準備をお願いいたします。 Wi-Fi 接続で行う項目があります。 eSIM の設定方法にはアプリを使って設定する方法とアプリを使わずに設定する方法があります。アプリならご利用端末1台のみで簡単に設定ができるためアプリの利用がおすすめです。アプリは Google Play で、 LINE も簡単 eSIM 開通と検索してインストールをすることができます。概要欄にリンクも掲載しておりますので、そちらからもインストールしていただけます。インストールが完了したらアプリの案内に沿って初期設定を進めてください。本動画ではアプリを使わずに設定する方法についてご説明いたします。手順は大きく分けてこちらの2つです。この後、チャプター1から順番にお伝えいたします。チャプター1、eSIM プロファイルの設定。まずはじめに、eSIM プロファイルの設定を行います。本チャプターでは、eSIM を利用する端末で QR コードを読み取る手順があります。そのため、QR コードの表示はパソコンやタブレット、eSIM を設定するスマートフォン以外で実施いただくことを推奨しております。QR コードを読み取れない環境でも手入力で設定が可能です。 eSIM を申し込み完了後、 LINE も eSIM プロファイルダウンロードのお知らせという件名のメールが届きます。メールに記載された URL からご利用開始手続きへお進みください。次に eSIM プロファイルダウンロード用のワンタイムパスワードを受け取ります。受け取り方法を登録したメールアドレスもしくは自動音声通話からお選びいただき、6桁のワンタイムパスワードを受け取ってください。受け取ったワンタイムパスワードを入力すると QR コードが表示されます。そのまま QR コードを表示した状態にしておきます。続いて eSIM を設定するスマートフォンでの操作となります。1.Wi-Fi に接続した状態で設定をタップ。 2. ネットワークとインターネットをタップ。 3. モバイルネットワークをタップ。 4. 代わりに SIM をダウンロードしますか?から次の画面に進んでください。 5. カメラが起動するので前もって表示しておいた QR コードを読み取ってください。 eSIM を利用するスマートフォンで QR コードを表示している場合は、 QR コードを表示している画面を下にスクロールし、 QR コードが読み取れない場合をタップして案内に沿って設定をお願いいたします。 6. QR コードが読み取れたら有効化を選択し完了をタップしてください。7. 設定。ネットワークとインターネットの順に進み、モバイルネットワークが LINE もになっていることを確認してください。確認後、スマートフォンを再起動してプロファイルの設定は完了です。なお、SIM の消去は行わないようお願いいたします。LINE もの eSIM をご利用いただけなくなります。チャプター2の前に、他社から MNP で LINE モに移行した方、ソフトバンクや Y モバイルから LINE モに移行した方は、回線切り替えのお手続きが必要です。eSIM プロファイルの設定が終わった後、そのまま続いて回線切り替えのお手続きをすることになります。画面の案内に従い、回線を切り替えるを押してください。お手続き後、
最大15分ほどで切り替えが完了し圏外になります。ご利用の端末が圏外になりましたらチャプター2に進んでください。なお、回線切り替えが完了した時点で元の回線の契約が自動解約となり戻すことはできませんのでご注意ください。チャプター2、 APN 設定。スマートフォンで通信するためには必ずどの携帯電話会社のアクセスポイントを利用するかを設定する必要があります。そのことを APN 設定と言います。他社でご契約された SIM ロック解除済みスマートフォンや SIM フリー版のスマートフォンで LINE も回線の通信を行うには LINE も専用の APN を設定する必要があります。ご利用のスマートフォンによっては eSIM プロファイルの設定をすることで自動的に APN が設定されますが、通信ができない場合はこの後の流れに沿って APN を設定してください。 eSIM プロファイルの設定を行った際、ご利用のスマートフォンによって SIM ロック解除コードの入力を求められます。以前ご利用されていた携帯電話会社でSIM ロック解除を行った際に発行された SIM ロック解除コードをお間違いのないようご入力ください。 LINE モの APN 設定の手順です。スマートフォンによってアイコンの形や位置、メニューの表示が異なりますのであらかじめご了承ください。本動画で解説しているスマートフォンの画面は一例となります。1. 設定をタップ。 2. 無線とネットワークをタップ。 3. モバイルネットワークをタップ。 4. アクセスポイント名をタップ。 5. APN の一覧が表示されます。すでに LINE モの APN が自動設定されている場合はLINE モの APN を選択してください。その後、 Wi-Fi を切った状態で Web ブラウザにつなぎ、モバイル通信が可能かご確認をお願いいたします。通信が可能であれば設定は完了です。 APN の一覧に LINE モがなかったり、または LINE モの APN を選択しても通信ができない場合は6以降をご対応ください。6. メニューバーから新しい APN をタップ。新しい APN が表示されるのを確認してください。 7. 設定項目を入力。各項目に情報を入力してください。記載がある項目以外の入力は不要です。お間違いのないようご注意願います。8. 項目の入力が完了したら、メニューボタンから保存をタップ。 9. APN 一覧に戻り、新しく作成した LINE モの APN を選択し、ホーム画面に戻ります。 10. Wi-Fi を切った状態で Web ブラウザにつなぎ、モバイル通信が可能かご確認をお願いいたします。通信が可能であれば設定は完了です。ご覧いただいた流れで設定がうまくいかない場合は、スマートフォンをご購入いただいた携帯電話会社またはメーカーまでお問い合わせください。圏外表示の場合は端末を再起動させてください。最後までご覧いただきありがとうございました。